はい、それでは始めます。皆さんこんにちは。え、二千二十二年タケン試験ハイレベル合格講座権利関係第一回ですね。え、早速始めます。え、担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、え、それではですね、再チャレンジの講座ね、これで始まりなんですけれども、まああのハイレベル合格講座というのは。 まあ再チャレンジという講座の中のまあインプット的なまあ位置づけにあります。インプットってのは知識を入力するというね、えそういったまあ意味合いなんだけども、えテキスト入力あの知識を入力するまあ講座ではあるんですがえ、常に問題演習を意識しながらやっていくようにまあえっと考えられているんですね。ですからまあ皆さんは、えー、一通りは勉強したことがあると思いますから、そのなんていうのかな、えー、全くわからないことはないと思うんですよ。 からね、その問題で問われていることとその、まあ、テキスト等の記述ですねテキスト等の記述がこういう形で問題として出題されているとか、まあ、そういったところの結びつきがねまだしっかりと確認ができていないという状態だと思うんですね。なので、まあ、意識的に、ね、その問題と えー、まあ、テキスト、ね、まあ、要はインプットとアウトプットっていうね言い方をしますけども、インプットとアウトプットをまあ、常に並行してやっていくということはとても重要なんですね、えー。非常にその合理的な勉強をするという考え方からしますと、えー、同時にやっていくというのはと,とても有効になってきます。ですから、まあ、再チャレンジの講座は基本的にはそういった形で進めていくと思ってください。えー、今一番早い方でまあ、3月 ですよね、確かね、えーまあ、この今動画を収録してるのはねまだ 2, が、まあ、2月の終わりなんだけど、まあ、一番早い人は3月ぐらいからこのビデオとかね動画をご覧いただいていると思うんですけども、まあ、本試験、まあ、毎年10月ですよねで、まあ、コロナの影響がどこまで残るか分かりませんけども、まあ、10月試験と12月試験みたいにこの2022年も2段階で試験が行われる可能性もあると思うんですけども。 まあ一般的には、えー、あれですよね、10月試験の方が圧倒的に多いので、ですからまあ、このビデオをご覧になっている方もほとんどが10月試験を受験されると思うんですね。まあそう考えてみますと、まあ6ヶ月以上になります。結構長い期間の、まあお付き合いになると思うんですね。えー、まあぜひですね、頑張って、一緒に頑張ってね、勉強していきましょう。よろしくお付き合いください。えー、それではですね、えっ、ー、と、使うテキストの確認をしていきます。まず、 まだ表紙が出来上がってないんですけど、まあ、こんなね、えーと、こういうデザインだと思いますね。えー、ハイレベル合格講座の、まあ、権利関係ですね。権利関係。まずこれを中心に使っていきます。それから、えー、とこのサイズの問題集がありますね。えー、これが、事前チェックテストと言いますね。えー、事前チェックテスト、権利関係になってきます,す、ね。それから、えーと、講義で使うことはほとんどないと思うんですけども、 あのレックの,この過去問集がありますね、えー、とウォークモンっていうね「デルジュン・タッケン氏、えー、過去問題集ウォークモン」ってやつねウォークモンの権利関係ですね。であの権利関係のこのテキスト過去問集を講義中にちょこちょこ使うということはないんですけども、えー、皆さんは通信で講座をね実行されていますのでなんか持ち歩く必要はないと思いますから、まあ、ご自宅に で聞いてますよねですから、まあ、常に机の上には過去文集を出しておくようにしてくださいで気になった時にはすぐに過去文を確認するとかねあるいは、えー、ビデオ見終わったらすぐに過去文の演習に取り掛かるとか常に過去文をそば、えー、に置いておいてで過去文を解きながらテキストを理解するという、まあ、そんな感じのインプットとアウトプットをいつも行ったり来たりしている状態。 で、やっていこうというのが、まあ、レックの方針なので、まあ、ぜひそれに従ってやってみてください。で、ですね。この事前チェックテスト、ちょっとめくってみますと。なんか目次のページがありますよね。で、第一回が、この三分野ですね。意思表示制限行為能力者、時効ですよね。で、こういったものが。えー、全部でですね。各回ごとに、まあ、問題が載っているわけですね。 で、えー、とでえとすね左側の方に、まあ、今ここでは4ページを開けましたえ今日第1回だからここからスタートですねで9の1番って問題があってで右側のページにあのー、答えが載ってますねだから答えを、まあ、見,見えちゃうとあれなのでこうやって折っていただいてで左側のページだけ見て演習した方がいいと思うんですよでね え常に左側が問題で右側が答えになっていますからえ9の1番から始まりましてで今日の範囲はずっと見ますとね9の20番までなんですよ毎回毎回20問のえ1回あたり20問の問題がありますでそれぞれ答えが右側に載ってますねで、えー、できればですねできればっていうかまあこれ結構大事な条件なんだけどこの1回あたりですね1回あたり各回1回あたり えーまあ、必ず20問の問題が載ってますので、えー、この20問をね、えー、講義中に解いていただきますとそれだけで時間をがかかっちゃうじゃないですかそうすると、まあ、講義の時間が減っっっちゃってもったいないなと思うんですねですから、えー、講義始まる前にこの20問ね9の20番までの問題を、えー、必ず解いてからビデオを見るようにしてください。で時間なんだけども ででできれば10分分お願いいいししますす問をとうのは結構忙しいですだからまだ勉強がそんなにまだ進んでない方もいらっしゃると思いますんででまあ再チャレンジと言いながらもねその1年目の一年目なんてのはもうほとんど勉強せなくてでもうなんかあの初学者とあまり変われないよっていう人もいっぱいいると思うんですよでそういう方は10分ではとても無理なので、えー、まあ最高で20分 ですね、10分から20分の時間をかけてで 20, あの20問の問題をとりあえず解くだけでとりあえずいいですあの。解き方は講義中にまた話してきますんでとりあえず解くだけで構いませんからあ,のあらかじめ解いてから、えー、ビデオを回すようにしてくださいよろしいでしょうか。で、えー、とそんな話は今聞いたばかりだから皆さんはやってないですよね。 なので、一旦ここであの D. V. D. とかウェブとかの、えー、動画を止めて。で、えー、十分間から二十分の時間を測って。で、二重もまず解いてみてください。で、それからまたビデオを回していただけますでしょうか。ね、で、あのー、時間無制限でやらない方がいいです。どんなに、どんなに長くても二十分。あのー、時間たっぷり取って、時間無制限で解くんじゃなくて、短い時間で解く。 なるべくくねえそういういい癖をつけてくださいなので一旦これでじゃ止めてくださいはいいいですかでは止めていただいてで問題が全部終わったことを前提に話、えー、進めていきますからよろしいですかはい、はい、ではですね、えっと、答え合わせは自分で「えっと,丸とか「×」とかね、えー、あの正しいか間違ってるかの問題だからだから、えー、自分で間違ってるかどうかの答え合わせをしていただいてももちろん構わないですで 自分が間違った問題はこの問題とこの問題っていうねえまね、あ、分かった方がまあ解説聞い出て,てもしっくりくると思いますからできればそういった答え合わせをしておいた方がいいかもしれないですね。で、えー、講義中にですねまたちょっと話をすると思うんですけども、えー、間違った足とか正しい足ですねあの誤り足と正,正しい足ですねそれはですね 丸か罰かの答えが出せるだけではなくて一通りの説明ができるようにしておくことが重要です。どうして罰なのとですねで「○」の足はどうして丸なのっていう理由付けは言いにくいんですよね。だからこの問題はテーマがこういうことを聞いている。で言ってることは間違っていないですね。テーマ通りののこことを言ってるだからこの問題は 正しいとかね、そうやって一通り説明できるようにしておくのがいいですで、えっと、それができるようになってきたらえにできるるようにすすんですねでそれができるのが合格レベルなんですよ。あの何でででももかんでもじゃないですよ細かいどうでもいい知識もありますから、えー、比較的重要な過去問ですね比較的重要な過去問をちゃんと理由をつけて 正誤、えー、の判断ができる、それが合格レベルだと思ってください。完璧にできなくてもいいです。あの完璧にできちゃったらおそらく45点超えちゃいます。本試験で、あの50点満点中ほぼ合あのー、満点近く点が取れちゃいますんで、まあ、そこまでいかなくてもいいんだけどね。えー、ある程度できるぐらいにしておくのがまあ、ほぼ合格レベルだと思ってください。はい。 で、えっ、ー、と、テキストを見ながら、この問題の答え合わせって言いますかね、やっていきますんで。とりあえず、この。チェックテスト、事前チェックテストは机の上に置いて、おいてください。はい。で、テキストですね、まだ表紙がないので、ちょっと中身、いきますね。えっと、一ページになります。契約の成立からいきますね。はい。契約成立そのものが試験に出るということは、あんまりないので。 まあ、一応基本が分かっていればいいと思うんだけども、まあ、意思表示が合致しまますすすと、まあ、契約はは成立するんんだって話は皆さん知ってて話皆さ知よねこれはレックの基礎的な講座で必ず勉強しますんで、まあ、聞いたことがあると思うんだけどもでこの申し込みの意思表示とかね承諾の意思表示とかこの自分の,自分の思いを相手に伝えることが意思表示ですね。 その自分の思いっていうのはだから、えー、A さんが売りますよって言ってるんですね1番で1番で A さんが売りますよっていうふうに相手方に意思表示してるっていうことは自分は売買契約という法律行為をやりたいんだと、ね、そういった売買契約っていう法律行為に向けられた意思表示をしてるわけね。 会員さんの方が「分かりました買います」っていうこれが承諾の意思表示ですね。B さんが「あ分かりました買いますよ」って言って意思表示が合致しましたとなると売買契約がすぐ成立するんだって致ですね。と契約成立しません例えばい0万けら売りたいんだけでね相手がですね「いや1,000万高いなあの800万なら買うけど」とかね いう形だと致しませんだからちゃんと条件が合致してで、えー、全て条件が合致した瞬間に売買契約が成立するですねなので、まあ、ここの段階だよねここの段階で契約が成立してで契約書を作成したりとか代金を払ったりとか登記っていうのは登記、えっと、の移転ですよね、えー、まあ登記の移転というのは名義変更ですよね不動産の名義変更ですね あとは引き渡すとかこういったことが行われるんだけどもそれは後処理ですよね。契約は成立した後の話でそれは契約の成立の条件ではないとだから契約をつく契約書を作,作るのはこれは言った言わないというトラブルを防止するために、まあ、証拠として書類を残しとくというだけであって契約の成立には関係ないとです、ね。だから契約の成立には、 書面の作成などは不要であると言ってますね。まあ、別にチェックいりませんけども、まあ、こんな感じですよね。はい。えっと僕はあの画面で僕は今ここを読んでますよっていうのが皆さんに分かるように、よくボールペンとかで赤い線を引いたりするんだけど、あのチェックをしてほしいときはチェックをしてほしいって言いますから、なので、えー、僕の後をなぞって真似する必要は特にないです。でね。 えー、従って契約は成立するのは2の時点ですねえつまりここですよね2の時点で契約するんですがここですね承諾の意思表示が相手方に到達えこれちょっと注意しておいてください。まあ、到達に印してもいいと思います相手方に到達した時に契約は成立するんですね。あの意思表というのはこれメモをしていてだけますか 原則なんだけどね例外はありますよ例外はあるんだけども原則はですね石よ子っていうのは到達主義と言います到達主義ですねですからえ買,い買いますよとかね、えー、売りますよとかね えー、そんなそんな感じの自分の意思表示が相手に到達しないとその効力が発生しないというかそういうのが原則なんですねで原則というからには例外がありますこれ例外が何がありますかって言われてすぐに答えられる方いらっしゃいますあのそれがすぐにパッと答えられたらかなり実力あると思いますねあの他県試験でよく出るのは えーまあ、クーリングオフですね宅建業法のクーリングオフは発信主義ですねですからえクーリングオフの通知を発信すればそれでクーリングオフの効果が生じますねああいうのは例外中の例外なんですよ普通は到達主義なんですよねはいで次のページいってください <laughs> えー、売買契約 の成立の効果という図があります2ページの真ん中あたりですねあの効果っていう言葉がねよく出てくるんですよね法律を勉強してますと効果果というののは結果のことですねだから法律行為のえ、まあ、売買契約は法律行為ね法律行為の効果結果ですね売買契約をした結果はどうなりますかっていうのがこの効果の話ですね。でえー売り主さんが え売りますよって言って飼い主さんが「分かりました買いますよ」って言ってで意思表示が合致するとここで売買契約が成立するという話をね、えー、手前のページで勉強しましたけどもそうすると売り主さんは飼い主さんに対して支払いを請求できる権利が発生するですね。まあ、これは代,代金の請求ですよね。代金を払ってくれ という請求ですね。まあ目もいらないですよ、ね。代金を払ってくれという請求になります。で逆にこの飼い主さんの方は売り主さんに対して引き渡しを請求できる権利が発生します。これ引き渡し請求権ですね。引き渡し請求ですね。引き渡し請求権ですね。えこういうものを 債権って言うんですすね債債権権と言います債権ってのは権利ですねだから権利の反対側は義務ですよねだから権利と義務のようにね権利と義務のように債権と債務と言いますね権利と義務債権と債務ですねこっちもそうね権利と義務ですねあ義務 で債権と債務と言いますね、えー。債権債務が発生するなんていそんな説明をします。これですね。売買契約成立すると債権債務が発生するという言い方をします。それから所有権が移転します。A さんが持っている建物の所有権が B さんに移っちゃうんですね。えー、これが所有権が移転するでまあ、物件変動。 といいう言い方ももするんだけども物件変動はまた後日、ねえー、後の,あの後の方で勉強しますけどもはいですねでどちらかというとやっぱりこっちが大事。ね、物件がが移移転転すするる所有権が移転するということももちろん民法の中ではとても大事なことなんだけど宅建試験でそれがすごく大事かっていうと、まあ、どちらかというとこっちの方が試験に出やすいですね。で この引き渡し請求権と代金請求権ですねこれらはこれらは同時履行の関係にある同時履行の関係にあるという言い方をしますね同時履行の関係。 えっと、レックでベーシックな講座を、ね、あの受講されたことがある人はこういった言葉は多分知ってると思うんですけどもあの独学で勉強されてきた方とかですねあるいはそのあまり長いそのベーシックな講座ではなくてなんか短期のまとめ講座みたいなもので勉強したことがあるという人はあまり細かいことまでは知識はないと思うんですよ。なので知らない方はですね写してで、えーまあ、メモしておいてで覚えてください。 同時履行の関係ですね。同時履行の関係ですね。はい。で、えー、同時履行というのは同時に履行する関係ですよね。で、履行というのは約束を果たすことですね。だから同時に約束を果たすべき関係なんですね。だから引き渡し請求とね、えー、引き渡しをする。 引渡し請求をされた、まあ、あの債務者の売り主さんと代金請求をされた飼い主さんのそれぞれの債務は同時履行の関係にありますなので、えー、どういう場面でこの同時履行が話あの重要になってくるかというと相手が約束を守ってくれないときには自分も約束を守る必要がないってことなんですよね。あの相手が 例えば引きき渡しをししををててくれという請求をしてきた、ね、あの自分が売り主さんで飼い主さんから引き渡し請求権を行使されてきたあしてきたです、ね、その時にあのもちろん契約成立した以上は引き渡しはするんだけどもでもお金払ってくれないとダメですよというふうに、まあ、反論できるそういう関係が同時利行の関係です。ね えー、そうじゃなくて同時履行じゃなくてどちらかが先履行先に履行するという契約もありますよ。まず先でお金払ってくれたら3日後には引き渡しをしますとかねそういった契約もあります。まあめったにないけどそういった契約をすることは別にダメではありません、ね、だから同時履行の関係っていうのはあくまでも原則です。普普通通ははこうなんですね,ね普通は 普通の一般的な取引はこうなります,ですかこれが原則です,ですかで原則は同時履行になってきます、はい、でその下なんだけどね有効に売買契約が成立すると債券債務が発生して所有権が移転するです、ね、ただし代金の関債と同時に所有権が移転するという特約を定めるのが一般的なんだということですね だから契約成立の時に所有権が移転しないでお金を全部払ってくれたときに所有権が移転しますよっていうふうに普通は特約を結ぶんですね。それが一般一般般的的ななな世間取引なんで,す、ねはい、でですねえー、っとビデオをあ動画をね、えー、っと DVD でご覧になっている方は こののぐらいのサイズのあの番書、えっと、タイトルは「ハイレベル合格講座権利関係」っていうタイトルだと思うんだけどあの資料資料集みたいなも,なものがあると思うんですよ。えー、でねウェ,ブウェブで、えー、申し込んでる人はねご覧頂い,いてる方は、えっと、紙ではなくて PDF ファイルがそのオンラインスタディのところから ダウンロードできると思うんですよ。で、ちょっと、あの、今。持ってなければ、後で探してほしいんだけども。でね、持ってらっしゃる方は、ちょっと見てほしいんだけど、こういうのが書いてあるページがあります。一番初めのページね。あの、めくって、あの、初めの方にあります。権利関係の一回目ですね。で、この同時履行の関係っていうのを、ちょっと話をしたいんですね。 はい、でまずあのこういうのをですねあの僕らは「版書」っていうんですよ「版書」「版書」ですね。版書っていうのはあの黒板に先生がなんか学校の先生が書いたりするじゃないですかあ,あのあのイメージですね。で黒板とかありませんから、まあ、ここに紙に書いてるんだけどもこれを、まあ「版書」って僕ら呼んでるのね。でえー、皆さんにお配りしている えと通信の皆さんにあ,あ,のあらかじめお送りしているものはだから僕らはあのタイトルには「番書集」って書いてないけどねでも僕がもし「番書集」って言ったら、えー、その紙で送られてきてる人は冊子、ね、で、えー、と動画で見てあのウェブで見てらっしゃる方は、えー、PDF ファイルだと思ってくださいそれが番書集ですで、えー、と PDF ファイルの方はですねダウンロードして 紙で印刷しておくと、えー、便利だと思うんですよ例えばね僕はここに書きます例えば、えー、A さんが建物を持っててですねで建物が、えー、と3000万円にしましょうとか言ってねでこうやって書き込んだりしますんでそういったものを、あのー、ご自分で書いておくと後で復習がすごくしやすいと思うんですねでこの版書ですね あらかじめ皆さんにお送りしているのは、えっ、ー、と、黒板って、あの生徒さんたちは、先生が書いた黒板、こうやって一生懸命写すじゃないですか。えー、ところが、例えば、えっ、ー、と、スマホで見ている人とか、その見にくい人もいますよね。そうすると、自分でその画面を書き写すのがすごく大変だから。だから、あらかじめその講師が書いたものをあらかじめお送りしているんですね。でも、本当は写した方が。 力がつくんですよ。あの自分で本当は全部写した方が絶対力はつきます。本当はね。せめてま万、あ、象を印刷してでなるべく自分でえっ、ー、と書き加えて、えー、こうやってあの加入してね。書き加えてであのあお話を聞きながら、えー、加工していただくのがいいと思います。はいで、えっ、ー、と a さんが3000万円の建物を持ってまして、要は a が売り主さんね。ね で、B さんが飼い主さんだと思ってください。で、S っていうのは売買契約ってことは知ってますかねあの、S って書いたら売買だと思ってください。で、売買契約が成立したら、えー、例えばこれがね、3月1日にしましょうか。3月1日に売買契約が成立したら、本当はその瞬間にね、同時履行。これが原則なんですよ。ででも世の中では えとそういういにしないんですねなぜかと言いますと、えー、今すぐお金払えとかね今すぐ引き渡しをしろって言われたってそんなこと言われたってまだお金の準備できてないよとかねいやまだ引っ越しの準備もできてないよって普通なるじゃないですか。だかからら普通はヶヶ月後か2ヶ月後後にあの期間を少しずらすんですねで例えば、えー、と4月30日にしましょうか。 4月30日みたいに、ねまあ2か月ぐらい時間をとってでここでここですねでその時に契約をしただけではまあ今一つその気持ちが固まってない可能性がありますんで、まあ、一応、えー、気持ちを固めるような意味合いでもね手付金を払うんですねで例えば飼い主さんから売り主さんに対して3月1日に大体1割ぐらいですね 300万ぐらい、これが手付金ですね。手付金を300万円の1割ぐらいの手付金を普通払います。まあ2割でもいいけどね。1割から2割です。で手付金を払ってでこ,ここでは代金の支払い請求はまあ代金はえっともう手付金を300万円あのもらってますから残りのまあ2700万円つまり残金 2,700万円の残金の請求ができるのが2か月後の4月30日ですねでその時に会員さんの方は引き渡しと移転登記の請求をするですね、まあ、そういうのが一般的なんですねでこれが同時履行ここが同時履行 にしますね。三月一日が同時履行にするんじゃなくてね、四月三十日に同時履行という形に持ってくると思ってください。ちょっとこの版書を後でまた使えますんで、ちょっと開いておいていただければと思います。はい、それでは先に行きますね。三、えー、ページ行きまして、えっ、ー、と契約自由の原則とかこれは後で話しますけど、まあ公序良俗に反する。 契約ねは無効だよって話はまあ勉強したことがあると思いますねあとでまた少し話しますそれから条件期限ですねあまり重要ではないんですが、えっと、本試験では問われたことがありますなのでそうですねえっと今の段階では停止条件という言葉を覚えてくださいで停止条件の具体例が一番いいんですよ あのこの具体例がいいと思います海外転勤が決まったら自宅を売却するとかねそうやって条件をつけるんですねで条件もあの停止条件と解除条件って2個あるんだけどもですねまず海外転勤になるかどうかは将来の不確実実な事実ですよねだから条件付きの売買契約になりますですねでこのように 条件が成就すれば、効力は発生するものを。条件が未成就の間は、法律効果の発生を停止する。停止するという意味で、停止条件というんですね。なので、今、あの意識していただきたいことは。この条件っていうのは、えー、絶対に起こるかどうかはわからないってことです。ですかえつまり、不確実なんです。確実じゃないんだよね。 だって海外転勤が一生決まらないかもしれなないいじゃないですかだかだらもし海外転勤が決まったら売りますという場合はその条件は必ず成就されるとは限らないと,いうとですねそれがまず大事です。ですかそして、えー、あとはその停止条件という言葉が出てきたら具体例が頭に浮か「海外転勤が決まったら」とかいう具体例があったなみたいな形で。で 本試験の現場でね忙しい本試験の現場でその,のんびり考えてる時間ないんですよだから問題が出てきた時に考える、まあ、きっかけっていうのかなは具体例が大きいんですね。具体例に当てはめて問題文を解くようにすると、まあ、比較的解きやすいと思います。はい、なので、まあ、その辺りをあの具体例を押さえておいてください。 あのまあ抑えるとかを覚えておいてください。それから四ページ行っていただいて期限ですね。期限、期限は不確定期限を、えー、覚えておいてください。でこれも具体例が大事です。父が死亡したらマンションを引き渡すですね。えこういうふうにこの場合っていうのは到来することが確実なんですね。 お父さんは人間だからいつか必ず亡くなりますよね。さっきの海外転勤と違いますよね。いいですか。これ確実です。でも時期がわかんないですね。すごく長生きするかもしれないしね。だから時期がわかんない。そういうのを不確定期限と言います、えー。停止条件と不確定期限の違いを意識してください。はい。えこの辺はまた後でえっ、ー、と時効の時に話します。で右側のページ行っていただいて。 5ページですね意思表示いきますまず詐欺ですね詐欺は騙すことでしたよねえっと1番で詐欺ですから飼い主さんが売り主さんを騙したという図になってますねどっちがどっちを騙しても構いません売り主が騙してもいいし飼い主が騙してもいいですで要は騙された方が取り消しができるわけですね まあそれはそうだと思うんだけど騙した方が取り消しはしないと思うので一般的には騙された要は被害者の方が取り消しができるですねでこの騙す行為のことを「疑問行為」という言い方で試験に出ることもありますから、まあ、言葉を覚えておきましょうはいで騙されて契約を結んだものはその契約を取り消すことができるですね取り消すことができるということは無効じゃないってことですね この契約は無効ではないです、ね、この契約はは無効ではない、まあ、メモしましょうかはい騙された契約も無効ではないですねそして、えー、契約を取り消すとその契約は初めから無効だったものとみなされるんですねだから 取り消されると無効になるるんですね取り消されるまでは無効ではなくて有効です。ですかで始めからと言ってますから遡ってるんですよね。ですか取り消したらそこから先は無効とは言ってません。はじめからそんな契約はなかったことになるんですね。つまり時間軸は遡るんですね。ですか時間が遡るんですね。 遡るということを注意してくださいで、契約取り消すと始めから契約なかったことになりますからまだ引き渡しとかね代金の支払いとかしてなければ当然そんなことする義務がありませんでもし済んじゃってたらお互いに受け取ったものを相手に返す義務があるこれを現状回復義務と言います元に戻す義務だね契約はなかった状態に元に戻す義務 ね、それはお互いにあるです、ね、この時。売り主 A. の代金の返還と。買い主 B. の土地の返還は。同時履行の関係にある。また同時履行です。ですか、また同時履行の関係になります。えっ、ー、と、さっき板書で。こんな。あの図がありましたけれども。これをちょっと使って、話をしてみますね。えっ、ー、と、この契約が詐欺。 によって、えー、結ばれた契約だとしましょう、えー。まあどっちがどっちを騙してもいいんだけど、まあ買い主さんが騙したことにしましょうかね。どっちが騙してもいいです。えー、詐欺ですね、えー。B さんが A さんを騙してで建物を売らせたとかね。そんな感じでイメージしてみてください。で。 騙された方がが取り消しができますよねだから A が騙されてますんで A が取り消しができます,です、ね。で取り消しをする前にもう4月30日、えー、を過ぎてしまったんですねあのもしここでねその3月いっぱいとかあの4月中にね騙されたことに気づけばもうすぐに取り消しをすると思うんだけどもずっと騙されたことに気づかなくてねで5月になってから気が付いたとしますね。 そうすると、えっと5月になってから取り消しを主張しますよね。取り消しを主張しますね。これは A が取り消しをしているというつもりでずた図なんだけどもね。で、取り消しをしますと、その契約は遡るんだね。遡ってこの3月1日に遡ります。で、遡ってこの契約はなかったことになります。 で,すかで契約なかった割にはねこの段階ではこの段階では建物は B が持ってるんですね4月30日に引き渡し受けてますからで A は3,000万円のお金を持ってるんです契約なかったはずなのにそれはおかしいわけですねだから契約なかった状態に戻す必要があるです、ね、そうするとこの騙された A さんは建物を返せ と請求はできるわけですね。建物返還請求ですね。建物返還請求。まあこの辺は移さなくてもいいと思います。あの意味が分かればいいです。で建物返還請求はできてで B の方は、えー、お金返してくれということでね代金の返還請求。 代金返還請求ですね。そしてこれも同時履行と言ってるんですね。これも同時履行と言ってるわけですね。え、つまりつまりね、騙された A さんが取り消しを主張しましたですね。そして、えー、取り消しを主張したら契約はなかったことになるわけだから。 建物返せと言ってその B さんに対して「建物返せ!」という,うに請求したわけですね。そうしたらですねあの B さんっていうのは詐欺を行った悪いやつ要は詐欺師ですよね詐欺師の B さんはですね「分かりました」え「ー、しょうがないから取り,取り消しされたらしょうがないからね、まあ、建物は返すしかありません」と。しかしね僕は3,000万円お金払ってんだからだから代金をちゃんと返してくださいよ。 お金返してくれなかったらね、建物も返さないというふうに詐欺師の文才で言えるんですね。それが同時履行という意味だよね。人を騙しておいてそんなことを言わせていいのかって問題もうあるにはあるんですね。えっ、ー、と僕はそれおかしいと本当は思ってまして詐欺師なんだからね相手はだからまずは建物を返せと建物をちゃんと返してよこしたらまあ、お金は返してあげるよと。 いうのが筋と僕は思うんですね。だからそういうふうに考えている学者の先生はいっぱいいます。でも判例が同時履行と言ってるんですね。で、えー、と判例が一番正しいです。だから裁判の判例が同時履行と言ってるわけだからこれが正しいです。ですかちょっと批判が多いところではあるんだけども。はい。では先行きますね。えー、さらに先に言っていただいて。<laughs> えー、そのまま五ページ下に下がってください、えー、取り消しと無効の話をしてますね、えー、取り消しは、えー、取り消されると初めから無効だったことになるから遡るんだって話だよねで取り消されるまでは有効なんですね取り消されることによって遡って契約はなかったことになるんですねで、無効の場合は もう始めから何もないんですね。何もないんですねですから、えー、ちょっとさっき話しましたけども騙された契約も有効なんですね。有効だから取り消しができると思ってください。無効な契約は取り消しができません。で有効な契約は債権債務が発生するんですよ。ね、さっきですねえっ、ー、と2ページで。 2ページでこの話しましまたよね債権債務が発生するこれは有効につってますね有効な売買契約が成立すると債権債務も発生するしで所有権も移転するで無効だとこれが起こらないんですねだから何もないから取り消しようがないんですねところが有効なものはこういった権利が,権利が発生しますんでそれをなかったことにする必要がある。 だだから取り消しができると思ってくださいですかあの無効と取り消しのえ、まあ、違いっていうのかえその言葉の意味がそのまま死刑に出ることはあまりないと思うんだけどもでもねえ詐欺に基づく契約は無効であるとかねそういった問題はあの過去に何回か出てますんで、まあ、詐欺に限らずね有効か 無効化取り消しができるかっていうのをそれを引っ掛けてくる問題っていうのは過去に出てきてますからここはしっかり暗記お願いしますはい先にいきますね6ページいってくださいはい、えー、取り消し前の第三者ですねこれ前がポイントですね取り消し前の第三者との関係ですねまず B がだましてますから B さんが詐欺師ですねでだまされた A さんが被害者ですねでだまされて売ってしまいました2番ですね売ってしまいましたですねでその時にだまされた人はいつかは、うん、気づくはずなんですよねでいつか気づいたらあだまされたと思ってで普通は取り消しをすると思いますよ。 まあその騙された内容にもよると思うんだけどね、えー、騙されてよかったっていうこともあるかもしれませんけど、まあ、普通は、まあ、悔しいしねだから、まあ、取り消しをしをますよ、ね、で、えー、この騙してる B さんっていうのは詐欺師でしょで詐欺騙してる B さんっていうのはそのいつか取り消されることが分かってます普通は。だからそのままぼーっとしてる人はあまりいなくて。 普通は第三者に転売して、ね、で普通はお金持って逃げちゃって普通行方不明っていうかねだから取り消しを主張した時にはもうすでに B さんはいなくてで建物を持ってるのは C さんであるという状態がまあ一般的なんじゃないかと思います。ね、騙しててて安安安くく土,土地とかと不動産を買買っっね安く安い金額で買って それをその少し上乗せしてで転売してでその差額のお金を持って逃げるとかねそれが普通だと思うんですよ。でその時にこの C さんに対してこの A さんは家を返せと言えるかって問題だよね。でこの C さんが全員無過失の第三者だったら対抗できない。 家を返せとは言えない。主張できないですね。で、そうじゃなくて、全員無過失ではないケース。悪意とか全有過失だったら対抗できるという結論でしたよね。あの結論はまあ覚えてくれていると思うんだけど、まあ、しっかり確認をお願いします,すね。で、えー、っと、また板書なんだけども。<laughs> ちょっとこの善意無回数とか悪意とか言葉をもう一回ちょっとあのしっかり確認しましょうはいえっと悪意はここですねで善意っていうのはあのまあ3つあると思ってください善意っていうのは、まあ、知らないってことですよねで知らないことについて過失があるかかどうかです過失っていうのは不注意ですよねだから知らら知なないいとは言いながらも あなたちょっと注意すれば分かったんじゃないですかっていうのの話は「えー、っと有過質」ですね。で知らなくてその知らないことについて何の落ち度もないそれが、えー、無過質ですね。だから、えー、この問題でいくとここで切れますよね。全員無で、ね知,えー、知らないことについて何ら,何ら不注意はないですね。 でそうじゃなくて善意は善意なんだけども軽い不注意がある、ね、あるいは重大な不注意があるあるいは知っているこの3つのケースは C さんがこの3つのケースの場合は保護されないなりますね。でですねちょっと問題を1問。えー、と1番 をちょっと見てみてください。九の一番ですね。はい。えっと皆さんあのこの問題解いてもらってで登場人物が三人いますね。A と B と C と登場人物三人いますね。え登場人物が二人だったらまあ図を書かなくてもいいかなと思うんだけど三人出てくるとやっぱり混乱しますから。 えー、基本的には頭の中で考えないようにしていただいて、えー、図にするのがまず A 所有の土地について A が B に B が C に「売り渡し」と言ってますね。で A から BB から C へ所有権の移転の登記がなされたここまでですね。えー、A から B、B から C えっと売り渡し売買ですね A A B 間の売買 B C 間の売買ですね S が売買ですね売り渡しそして、えー、それぞれ所有権の移転登記がなされたということは登記は C にある、ね、これ登記のマークですねあの今今えー、っとこの A 所有の土地の の名義人は C に移っている、ね、名義変更が終わっているってことですね。マルトっていうのは登記のマークですね。そして C が移転登記を受ける際に AB 間の売買契約が B の詐欺に基づくことについて善意でかつ過失がないって,ってますね,ね、えー。善意でかつ過失がない。なので C さんは善意無過失。 全員無回室、ね」全員無解質って長ったらしいからあのこんな字で書かなくても自分が分かればいいわけだからだから「ゼとか「あのー、ゼ無か」とかねなんか,なんか自分が分かるような記号でも構いませんよ。ね、僕は皆さんにあの見てもらいたいと思ってますから一生懸命書いてますけども、まあ、そんなこんなに図で字で書く必要はないです。で C さんが「全員無回室」ですね。 場合で当該当期の後に取り消されたと言ってますね。ということはまず1番ですねそして2番そして取り消し3番という順番になりますよね。あのこの順番が大事です非常に この順番を、あのー、順番が逆になっちゃうと。ね、二番と三番が逆になっちゃいますと。え、シさんは取り消し後の第三者になって、なっちゃいますから。その場合は、この対抗関係の話になってきまして、話が全然違います。だから、この番号が、を必ず書いてください。ね、この番号はとても大事です。ですか。え、取り消された時に、次ね。 C は A に対してここが大事です。また誰が誰に主張しているのかなんですね。えこれってね A が C に主張するという問題が割と多いと思うんですよ。それを逆にしてますね。つまりこっち方向ですよね。C が A に対してですね。 こういういい感じの方向で聞いてますね C は A に対して、えー、土地の所有権の取得を対抗できるえ C は全員無過失ですねですだから当期は関係ないですね当期は関係なくこの C さんは全員無過失だからだから、えー、C さんは A さんに対して対抗できるですねえすなわち丸でいいですね この問題のポイントは、えー、これ正しい足だからねそのまずテーマをはっきりする、えー、詐欺取り消し前のの第三者の事案であるそしてその詐欺取り消し前の第三者である C さんは全員無過失であるそして主張しているるのは C さんであるだから保護されるべき C さんが主張しているわけだから、えー、C さんは取得を対抗できることになる、ね、そういったことを えーまあ、言葉にして、えーまあ、正確な言葉を使わなくてもいいんだけどね今言ったようなことが、うん、自分の中でちゃんと、まあ、自分に説明できるっていうかそういう状態で問題を解くようにしてください。ですかでそうしますとこれってテキストで言いますとここですよね。C、が全員無の場合 A は C に取り消しを対抗できない A から C に矢印がある,ある場合は対抗できないですね。あこっちか対抗できない。ですね。でもこれ C が A に対してだったら逆になりますよね。全員無関数であれば C は A に対して対抗できるになりますね。要するにこれを逆で聞いてるわけだからこれは Q の1番はここの問題という形になりますよね。でこういういのを リンク付けというふうふに読んでますあの僕例、ね、えば、ー、問題とテキストをリンクさせることを、まあ、リンク付けというふうにまあいつも言ってるんですね。で皆さんはあのー、このチェックテストは特にリンク付けを、まあ、した方がいいとは思うんだけどもどうせ僕は講義中に話しますからだから、まあ、どうしてもリンク付けまで必要というわけではありません。 なので、まあ、とりあえず20問の問題解いていただいてで大体テキストの順番通りに問題が並んでますからなんとなくその、まあ、リンク付けするのも分、まあ、かると思うんですよねなのでまあ別にそれほど重要ではありませんでね、えー、今回のこの講義が終わったらですねとりあえず時効までで終わるじゃないですか、ね、ここまで今日実行まで終わりますよね で、この順番は大体ですよ。大体えっ、ー、とレックの過去問集の順番もだいたいこの通りになってます。これはレックの過去問集ですね。これ、過去問集の？えっ、ー、と目次を開いてんだけどね。意思表示制限行為の者時効まあ、順番あってます大体同じだよね。だいたい順番変わらないと思うんですよ。そうしたらこの時効までは復習をしておいてほしいわけですねで。 えと23ページから、まあ、時効があの始まりますんで、えー、この要は代理の手前までねちゃんと問題やっていただくでその時に、まあ、こうやって問題を見ますよね。で問題を見て例えば、えー、と何番にしましょうか例えばね、えー、皆さんお手元になければ画面見てくれればいいです。例えば問問いいのの番番ややるとしまますね問いの問いの7番やっててただいて、ま、ず その正しい足とか誤ってる足の判断しますよね。で、まあ、答えを普通見ますよね。答え普通見ます,すね。そうすると答えのページ見ますと星ががあある足足とない足がありますねでねリンク付けが必要なのは星がある足だと思ってください。あの星があるということはレックの,、まあ、あのスタッフがですね、えー、この足は重要である。 と考えているんですね。だから星をつけています。で、重要な足は基本的にリンクが必要と考えてください。で、逆の言い方をしますと、あの重要ではない星印がない重要ではない足は、まああえて別にリンクをする必要ないです。場合によっては細かすぎる知識はそもそもリンク先がない可能性があります。あのテキストはある程度重要なことじゃないと書いてありませんから。なので重要な 足はまあ、リンク先が必ずあると思ってくださいね。でですから、一生懸命探してもらうね。で、えー、星マークがないやつはリンク付けいらないですえ、これから皆さんね。えっと本試験がある。まあ、普通は10月かな。までの間、ずっとご自分で勉強するときにね。まあ、とりあえずはチェックテストでざっと答えを出していただくで、動画をご覧いただくですね。で、動画3時間ありますね。3時間の動画を。まあ ざっと見ていいただいてで、えー、それから次の動画まで,です、ね、の勉強は全てこれだと思ってください。つまり過去問を解いてリンク付けをするこの勉強が皆さんの勉強だと思ってください。ですか、えー、少なくともハイレベルとかねこの、えっと、インプットの講座をやっている間はもうそれが 史上、えー、命題みたいな感じですね。それがそれが自分の勉強なんだと思っていただいて、でそれは少なくともやってほしいです。ですか、えー。面倒くさがらずにリンク付けをするってことをぜひ徹底してください。はい。ちょっとここで休憩時間を10分間入れますね。では、えー、10分間休憩してください。